足への血流ダーって言ってるような感じがするでしょ。もういろんなところにいいとこづくめのエクササイズの集大成なので、ぜひぜひ続けてみてください。はい、こんにちは、庄司です。初めての方は初めまして、オーストラリア、シドニー在住の庄司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そうなんですよね、今年のシドニーは冷夏なんですよ。今日も雨降ってるし、かなり寒いんですね。とはいえ、まあ日本ほどではないと思います。マイナス氷点下いってるところも多いですもんね。となると困るのは足の冷えじゃないですか。足先が冷えて痛くて眠れないっていう方も多いんじゃないでしょうか。そんな方のために今日の動画は最適です。なぜなら今日の動画は足先の冷えを根元からやっつけようっていう動画になってくるからです。はい、あなたに最適です。足の冷えは僕も体験しているんですね。昔腰痛を持っていた頃に、ヘルニア腰痛で寝たきりになったんですよ僕。その時は夏でも靴下を履かないと寝れないぐらい足先までキンキンに冷えていたんですよ。それがストレッチだとか食べ物だとか考え方だとかそういったものを変えて体質改善させたところ、冬でも靴下履かなくても寝る、むしろポッカポカして暑いぞっていうような体になることができました。なのでその方法を熟知しております。ですので今回もいつも通り僕は1ミリたりとも隠すことなく、全てのノウハウを皆さんに情報提供させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ただ冷えっていうのはさっきも言ったように体質改善の部分が多いんですね。もちろんヒーターだとかカイロだとかで外部から温めるのもすごくいいとは思うんですけれども、それよりも内面から体の内側から治す方が絶対に長期的かつ根本的に治るんですよ。その方法をご紹介したいと思います。体質の改善はもちろん時間はかかります。いろんな要素が絡んできますんで。ですので僕は今回4方向からのアプローチをご紹介したいと思います。まずパート1、今日ですね、パート1はストレッチエクササイズ編です。はい、この辺にリスト書きましょうか。ストレッチエクササイズ編です。筋肉を伸ばして骨格を整えたところできっちりと筋トレをすることでさらに血流を促そうというような動画になっています。それがパート1で、パート2ではマッサージ編ですね。はい、せっかく緩めて伸ばして骨格を正した筋肉だから、そこをさらに外部からのアプローチをすることによってさらにさらに血液を循環させようっていうのがパート2ですね。はい、この動画の次に出します。でパート3が食べ物編。はい、ここ何気にむちゃくちゃ大事なんですよ。世の中には血液をサラサラにしてしまう食べ物もある一方で、逆に血液をドロドロにしちゃう食べ物もいっぱいあるわけですよ。血液がドロドロで血が流れない状態で熱が行き渡るわけないんですよ。なので冷えにいい食べ物、悪い食べ物っていうのをご紹介させてもらいます。それがパート3ですね。でパート4では考え方編です。はい、このパート1、2、3もすごく大事なんですけれども、それらってあくまでもやり方なんですよ。やり方だけでは人生変わらないんですね。どうせ皆さん庄司チャンネルをご覧になっている方はですね、人生を長く幸せに生きたいと思っていると思うんですよ。思っているでしょう。ならばあり方だとか考え方、生き方を変えなければいけないんですよ。それらの話ですね、もう深い深い話もさせていただく。それがパート4の考え方編ですね。そんな感じで各パーツすっごく濃いです。なので別々に分けて配信させていただきます。はい、シリーズ4部作です。はい、超大作ですね。ですが今日はストレッチエクササイズ編やっていきましょう。はい、もう早速エクササイズやっていきましょう。あなたに必要なものは今日は特にありませんね。特に必要なものはないですが、ヨガマットがあればいいかなと。あとはヨガブロック、はい、こういうものですね。なければ電話帳だとかレンガーだとかで代用していただいても大丈夫ですが、一家に1台あることをお勧めいたします。はい、悪いこと言わないです。これ買ってください。であとは壁、はい、壁はみんなありますよね。あと何がいるかな。あとはキンキンに冷えた足、はい、それだけですそれやっていきましょうか。今日これからご紹介するのは3つのストレッチプラス1つのエクササイズですね。一緒にやっていきましょう。はい、スマホ置いて、スマホ置いて、体温めるぞ。はい、行きますよ。まずふくらはぎストレッチ行きましょうか。床に置いてください。壁際50センチぐらいかな、離してヨガブロックを置いてください。まず右足のストレッチ行きましょうか。右足の指の付け根、この辺かな、この辺の部分をヨガブロックに乗せる。かかとを下に下ろすと。はい、OK ですね。
右足のつま先まっすぐ正面を向けていてください。ここから右手壁につけてバランス取ってくださいね。ここから左足を徐々に前に進めていきます。はい、この時でっちりにならないようにお尻の穴こっちの方向ではなくてお尻の穴を真下向ける。そうもうそうするだけでふくらはぎあたりパツンってするでしょう。もうふくらはぎの硬さが冷えを作りますからね。ふくらはぎは第二の心臓だって言われてますからね。それぐらい重要な箇所ですから、そこをピーンと伸ばしてあげること。 OK、 左足を前に進めれば進むほど右足のふくらはぎだとかアキレス腱のあたりストレッチ感じますよね。これもう無理だと思うちょっと手前あたり、はい、これ以上いくとちぎれてまうの、そのちょっと手前あたりで止められるといいと思います。痛みの度合いで言うと10をマックス、0が全くないところで言うと6とか7ぐらい、はい、痛いぞ気持ちいいぞですね、それぐらいのところで止めてください。 OK、 ここからあと5秒ぐらい置いておきますね。はい、呼吸をして1、2、3、4、5、はい、OK です。左足を後ろにゆっくり戻して右足を戻してくると、はい、 OK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 、 あ、もうこれだけでも結構ね柔らかくあったかくなってきましたよね。反対向きましょうか。左足、次左足の指の付け根をヨガブロックの上、かかとを下、はい、 OK かな。左手壁について右足を前に進めていきます。おー、来た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 。はい、お尻の穴下向けて、かつ胸も張って頭をできるだけ高くすること。そう。はい、深呼吸一緒に3回いきましょうか。はい、鼻から息を吸って、はい、口からゆっくり吐く。はい、鼻から息を吸って、はい、口から長く吐く。はい、最後鼻から息を吸って、はい、口から細く長く吐く。はい、ですね、右足を後ろに戻して左足を戻してくると、はい、 OKOK、 もう1セットいきますよ。今日のストレッチすべて2セットずつ行いますんでね。次また反対を向いて右足のつま先をヨガブロック、右足のかかとを床、 OK かな。はい、左足を前に進めていく。あ、さっきよりも前に進めやすいですね。それだけほぐれたっていうことですね。はい、いいですね、このままこのまま。ふくらはぎは第二の心臓だって言われるゆえんはですね、動脈は心臓から末端に血液を送る役割があるじゃないですか。心臓のポンプが温かい血液を末端に送るんですよ。そしたら次は末端から心臓に送られる方、静脈の方ですね。静脈の方はポンプがないわけなんですね。じゃあ何がポンプの役割をするかって言ったら、もう筋肉しかないわけですよ。であれば筋肉はきっちりと機能する筋肉でないといけないわけです。これがガチガチって固まった筋肉だったら、そのポンプ作用が働かない、静脈が返っていかないと。なので足先で交通渋滞を起こしている状態、はい、冷えた血が返っていかないんですよ。交通渋滞を起こしているから、さらに動脈から温かい血液を送ることができないと。それが足の冷えの原因であることがすごくすごく多いから、きっちりポンプ作用ができるような筋肉を柔らかく機能的に仕上げること、これがむちゃくちゃに大事になってくるんですよ。もうこんなこと言っている間にもう20秒余裕で過ぎちゃいましたよね。OKOK。はい、左足ゆっくり戻して右足を戻すと。OK ですね。すいません、ついつい僕喋りすぎちゃうんですよね。はい、左足次いきますよ。親指つけて、かかとをつけて、はい、まっすぐお尻の穴下、頭の高さ上、右足を徐々に前に進めていきます。はい、いきますよ、このまま。そんな感じで動脈も静脈も循環させる体を作ることが冷え性体質改善の必須能力なわけですよ。
逆に動脈も静脈も詰まっている、なのに外側から毛布だとかこたつで温める、もうこれ全然あかんやつなんですよ。こたつから出た途端に急に冷えちゃうやつ、これは循環していないからですね。もう巡る体を作っておいて絶対に損はないです。はい、巡る体を作るためには正しいストレッチ、柔らかい筋肉を作る、しなやかな体を作る、で骨格を正す、もうこれが必須だと思います。もうそういう風に冷え性改善のスペシャリストである僕は言い切らせてもらいます。それ 100% 正しいです。はい、こんなこと言ってるのにまた長くなっちゃいましたね。 OK、 右足を戻して左足を戻す。はい、これで一つ目の動き終了になります。どうですか、もうこの時点で足への血流ダーっていってるような感じがするでしょ。さらにさらにやっていきますよ。次行きましょうか。次はね、壁際に来ていただきたいです。壁際に来てですね、ヨガブロックを横に置いてこんな感じで長座で自分の背中を壁にもたれかけさせてください。ここから4の字ストレッチいきますね。まず右足いきましょうか。右足の膝を曲げて足の裏を左側に、左足の左側に置きます。左膝の横あたりかな、こういうポジションに置いて、ここから右膝の外側を下に向けて押していく、じわーっと押していく。人によって体の硬さは違うと思いますからね、人と比較しなくても大丈夫ですよ。こんなに開かないっていう人、全然落胆する必要はありませんからね。比較をしてしまうと不幸になっちゃいますからね。はい、こんな感じで開きました。でもここで硬いぞっていう方はこの状態でストップ、このままストレッチを続けていてください。でもうちょっとストレッチを効かせたいぞっていう方、もう少しだけ強度を上げていきます。やり方としては左足ですね、今まっすぐなっています。左足を膝を曲げていくんですね。曲げる方法としては、自分の両方の手を左膝の太ももの裏側に置いて、それで膝を曲がるお手伝いをしてあげてください。そう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 、膝を曲げていく曲げていく曲げていく、そう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 、左足のかかとが自分の体に近づけば近づくほど、右足の太お尻の内側とか、まあ太もものこの辺かな、この辺のストレッチを感じると思います。あ、そこ後頭部きっちりと壁にくっつけていてくださいね。背中、肩甲骨、後頭部は壁にくっついていること、こういう風にならないように、これ猫背になってますからね、それはそれでよろしくありませんからね。はい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 、左の膝を曲げていってかかとを近づけていってください。そして自分がもうこれ以上いくとちぎれちゃうよ、痛えよのほんの少し手前ぐらいまで、そう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 、これをしてあげると、はい、今やっていることが太もも大腿骨を外旋させているんですよ。もう冷えている人の大多数に共通する点があって、それが内股なんですよ。はい、太ももが内側を向くこと、それを内股って言いますよね。内股になると何が悪いかっていうと、あの鼠径部の部分ですね、ここにちょっと画像を貼りますね。ここ鼠径靭帯っていうのがあります。この鼠径靭帯の真下に大腿動脈と大腿静脈っていう、足への血流の大部分を担っている大きな大きな動脈と静脈があるんですよ。内股の人はこの動脈静脈を圧迫してしまいます。その結果、心臓くんが必死に血液を送っているにもかかわらず、足先に血液が行き届かないっていうことが起きるんですよ。ならばその動脈静脈への圧迫をリリース、解放させるためには内股を直してあげる、まっすぐにしてあげるっていう行為が絶対に大事になってきます。それがこの4の字ストレッチです。そうこうしている間にすんごく長くストレッチしてますね。足入れ替えましょうか。はい、左足をまっすぐにする、右足を戻す。おお、血液流れる。しかも右足長くないですかこれ。今やった方の足とやってない方の足の長さ、ちょっとつま先の位置見てください。遥か遠くに右足のかかと行っちゃってるでしょ。足も長くなるという、血流も良くなってポカポカする上にスタイルも良くなるっていう、もうスーパー優れもののストレッチですよね。反対やっていきましょうか。左足の裏を右足の太ももの外側、はい、
左外くるぶしと右膝の外側がくっつくぐらい。はい、ここから膝をぐいっと外側にやる。これで痛い人はこの状態でストップ。まだまだストレッチが足りないぞっていう方、右膝を曲げていってください。はい、両方の手で右足を引っ張る、右足を引っ張る。おー、いててててててて、あー痛、気持ちいいっていうところでストップです。いいですね。よしよしよし、ここで三深呼吸一緒にしましょうか。はい、鼻から息を吸って、はい、口から吐く。はい、鼻から息を吸って、はい、口から吐く。はい、鼻から息を吸って、はい、最後長く吐く。はい、いいですね。はい、右足まっすぐに戻して、左足も最初の位置に戻すと。はい、これで両方の足長くなりましたと。あー、血流流れる。よしよしよし、これで4の字ストレッチおしまいになりました。もうすでになんか暑いですよね。なんか体ポッカポカしてません？僕もなんか暑くなってきたんでシャツ脱ぎますね。あっつ、なかなかやるでしょこのストレッチ。よしよしよし、次行きましょうか。次は股関節ストレッチですね。つい最近出したばっかりの股関節ストレッチをやりましょう。さっきも言ったここですね、ここコマネチの部分がこういう風に内股になった途端に大腿動脈、大腿静脈が圧迫されるんですよ。そうなった時に血流は阻害されます。そうなった時足は冷え冷えです。はい、なので今膝を外に開いてあげました。その次は股関節をきっちりと伸ばしてあげる、このストレッチが必須になってきますね。やっていきましょうか。はい、やり方としてはこうですね。まず四つん這いを組んでください。膝の真上に股関節が来る、足の甲が下を向いてますよ。つま先横に向かないように、つま先は真後ろ、足の甲が真下。膝の真上に股関節が来る、足と足との間は拳2つ分、1個半ぐらいかな、それぐらい離しておくと。はい、そして手は肩幅ぐらいで、指の先は45度前方、こういうような角度を向いているといいでしょう。そして肘のひらですね、肘のこの折れ曲がるところは正面を向けていてください。こういう感じですね。はい、ここから右の股関節のストレッチを行っていきます。初級、中級、上級、どれを行っても大丈夫です。皆様の体の柔軟性に合わせたストレッチを行ってみてください。僕は中級でいこうかな。左足を持ってきて前に運んでくると、右手、左足、右手、こういう角度。はい、左足を左手、右手を左手に添える。はい、ここから左膝を前に進めていく。あー伸びる、ここめっちゃ伸びる気持ちいい。ここで20秒ホールドします。カウントします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、膝を戻して、右手をついて、左足を戻して左手をつくと。はい、次右足前にやっていく。左手、右足、右手。はい、右手を膝の上、左手を右手の上。あそこ反り腰になってます。お尻後ろに逃げてますよ。骨盤はまっすぐを維持して前に進めていってくださいね。ここ要注意ですよ。そうでないと腰痛めますからね。このストレッチをして腰が痛い人、100発100中で反り腰になってます。はい、もう反り腰にならない、そういう人こそフォームを本当に大切にしてくださいね。さあ行きましょうか。体勢 OK。 はい、行きます。右足を前に前に前に進めていく。おお、左の股関節伸びる。よっしゃ、行きます。 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。はい、いいでしょう。右足を戻す、
左手をつく、右足を持ってくる、右手をつくと。OK かな？はい、あと1セットいきますよ。しんどい方はここでストップしていただいて大丈夫です。無理なさらないでくださいね。はい、いきます。股関節ストレッチ2セット目です。左手で左足を持ってくると。はい、左手、左の膝の上、右手、左手の上、左膝の角度を鋭くしていく。うおー、いってー。おまたちゃんを床に近づける。おー、いてててててて。はい、行きまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。膝を最初の位置に戻す。右手をつく。左手で左足を戻す。左手をつく。はい、右手で右足を持って前に進める。右手を膝の上、左手を右手の上。はい、ゆっくり前に進めていく。おっしゃ、股関節めっちゃ伸びる。よっしゃ、いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よっしゃ、いいでしょう。右足を戻す。左手をつく。右手で右足を持って四つん這いに戻ると。よっしゃー、うまいです。素晴らしい、素晴らしいですね。終わりましたじゃないですよね。はい、最初にお約束しましたよね。今筋肉は柔らかくなって骨格が整ったんですよ。この状態で心肺機能を向上させるエクササイズをするから、さらに血流がグワーって流れるんです。で、その中でも最高に僕がおすすめできるエクササイズが PTS エクササイズです。なので一緒にやっていきましょう。よっしゃ、世界のみんな大丈夫ですか？もう全身の血流がドバッと流れる全身運動の最高峰 PTS エクササイズ一緒にやりましょう。やり方がわからない方はこちらをもう一回ご覧になってみてください。軽く復習をすると、最初の動きでペンギンさんみたいに胸を開く。そこから最後まで行ったら手首をキュッと返す。これをするだけでも前腕の伸展筋だとか二の腕、上腕三頭筋、ここ肩甲骨を締める筋肉、中部僧帽筋、菱形筋、これらの筋肉がビシッとスイッチが入りますよね。それをしつつ首を上げてタコさんみたいにうーっと唇をうーっと尖らせる。はい、これをすることによってたるんでしまった顔の下の部分ですね、これらをピーンと伸ばしてあげてます。なのでこれ小顔効果、イケメン効果ありますからね。はい、こういうようにして、そこから終わったら肘から先だけを返してチョップ、鼠径部にチョップして、そのままここを折りたたむようにしてスクワット。はい、大腿部、太ももの部分は45度で OK。 理由はしんどいから。はい、で上がってきてまた上半身に戻ると。はい、これですね。これ上下運動が入っているからすっごく心肺機能にいいんですね。ダイエット機能もいいし、もちろん心拍数が上がるから血流が良くなると。はい、さらにスクワットの部分だとお尻だとか太ももっていう大きな筋肉を使うから筋肉量が多いんですよ。筋肉量が多いっていうことはさらに血流が良くなるっていうことですよ。なんで僕こんなに興奮してるんですかね。よしよしよし、はい、行きましょうか。つま先まっすぐまっすぐ、かかととかかとの間は拳2個分ぐらい。はい、行きますよ。世界のみんなで一緒に PTS 10回行きます。はい、行きます。胸を開いて手首を返して唇を尖らせる。はい、3秒ホールド。1、2の3。はい、肘から先だけ返して鼠径部にチョップ。はい、スクワット。1、2の3。はい、 OK。 上がっていっても即座にペンギンさんとタコさんの動き。1、2の3。はい、肘から先だけを返して鼠径部にチョップ。はい、スクワット。1、2の3。はい、3回目。はい、返して胸を開いて1、2の3。はい、鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、4回目。
はい、胸を開いて、胸骨、胸の骨を思いっきり上に突き出す。1、2、3。はい、鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、5回目。はい、肩甲骨寄せて。手首返して。唇とがらせて。はい、行きます。1、2、3。鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、6回目。はい、1、2、3。鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、7回目。胸を張って唇をとがらせて。神様いつもありがとう。1、2、3。はい、鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、上げて8回目。行きます。1、2、3。鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、上げて9回目。行きます。1、2、3。鼠径部にチョップ。腰を下ろす。1、2、3。はい、最後、上に伸びて伸びて伸びて。はい、お尻の穴下に向けて。1、2、3。はい、鼠径部にチョップ。はい、行きます。下ろして。1、2、3。はい、上げていって。よっしゃー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃひどかったっしょ。よく頑張ってくださいました。ありがとうございました。僕もね、わかるかな、汗かき始めましたよ。この寒いシドニーで、今雨降ってめっちゃ寒いのに汗かいちゃいましたよ。暑いっすね。皆さん本当にありがとうございました。素晴らしい、感謝いたします。こんなの一人じゃ僕絶対できないですもんね。もう皆様があっての僕です。感謝いたします。まあこんな感じになりますね。足が冷えているっていう方は、今日ご紹介したメニューを毎日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 やってみてください。そうすると間違いなく下半身への血流量が増えます。血流量が増えたらポカポカもなってくるんですよ。ポカポカ体にもなってくるんですよ。はい、これはもう間違いありません。さらに心肺機能もアップするし、ダイエット効果も抜群で、気分もいいでしょう。皆さんもうテンション高いじゃないですか。なので、もういろんなところにいいとこづくめのエクササイズの集大成なので、ぜひぜひ続けてみてください。シドニーのセラピスト庄司のバランス&ポスチャーチャンネルでは、かっこいい体の作り方、健康体のなり方、夢の叶え方、幸せな生き方に特化しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もうポチ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 っておっしゃってください。よろしくお願いいたします。以上になります。次は足の冷えをやっつけようマッサージ編ですね。そちらでお会いしましょう。シドニーのセラピスト庄司でした。さようなら。こちらの動画もおすすめいたします。下半身が冷えるタイプは骨盤が歪んでいる可能性が大だから、こっち、運動不足から来る冷え症の人はこちらがおすすめです。どちらか行ってみてください。シドニーのセラピスト庄司でした。さようなら。